まだどっかで生きているんじゃないかっていう、なんかおもちゃぐらい現実のものとは思えない。おはようございます、パパチェルです。今日はね、チェルはちょっと連れてきてないです。で、最近あの韓国の、有名 YouTuber のジンさん、ジンセッキチャンネル、ちょっと読み方がわからないんですけど、そのジンさんとメールのやり取りをずっとしてまして、狂気の血抜きを教えてほしいって言われてずっと教えてたんですよ。すごい努力家で、毎日3匹の魚を無駄にして練習してたらしいんですけど、1週間ぐらいで狂気の血抜きに成功しました。すごいと思いました。こんなに早く成功すると思ってなかったので、ジンさん本当におめでとうございます。で、この間狂気の血抜きを初めて成功した動画をジンさんがアップされて、その反響がすごくて、1個前の僕の動画のコメント欄も韓国語でほぼ埋まりました。なんか初めての経験でびっくりしてます。まあでも登録者数が確か38万人ぐらいいる方なんですけども、かなり影響力のある方みたいなので、狂気の血抜きをジンさんが韓国に広めていただけたら嬉しいなと思ってます。僕のチャンネルも国内ではあんまり伸びてないので、海外狙いでいこうかな。海外の有名 YouTuber の方、狂気の血抜きやりたかったらタダで教えますので連絡ください。待ってます。それでは今日は無計画に魚屋にやってまいりましたけども、ちょっと買いに行ってこようと思います。魚屋へレッツゴー。十分でかいわ。キャプール。キャプールな？うん。パパも入る？後で入ろうかな。最高やな。最高。投げて。ピーク。チェルやめろ、触んな。これ開けて。はい、帰ってきました。今回のお魚はこっちだ。はい、帰ってきました。ちょ、これ開けてほしいの？こぼしたらあかんで。うん、絶対こぼすやん、こんなん。今回は今の季節にぴったりのお魚を買ってきました。去年も一回やったんですけど、まあ1年経ったんで、また季節のお魚を使って血抜きか味付けをやっていこうと思います。じゃあ取ってきますね。取ってきていい？ちょっと行かれへん。じゃあ分かれへん。よいしょ、ハモです。今回は国産のハモ。去年はね、韓国産のハモ買ったんですけど、韓国産今めちゃくちゃ高いんですよ。キロ9000円ぐらい。ねえねえ、漏れてんで。落ちてね、ごめんごめん。韓国産今めっちゃ高いんで、ちょっと今年は国産でやります。 1.6 キロぐらいかな。それでは締めていきましょう。なあパパ、このお魚逃げんで。で、パパ、これ海におったら逃げんで。締めていきます。さっきの神経締めでも暴れるな。ここで神経締めしようかな。ちょっとここを映しといてくれる？まだ1万円です。入った入った入った。大丈夫大丈夫、これ神経潰してるだけやから。ちょっと神経抜きの棒が足りない、長さ足りないんですけど、神経締めもできました。ちょっとね、ぬめりをさっと落として始めていこうと思います。チェル、もう大丈夫な？怖かったな、うん、な。
前回ねタコのぬめりを落とした友達が特許申請中の水でちょっとさっとぬめりを取りました。完全には取れてないので後でまた取っていきます。それでは始めていきましょう。で結構ねぬるぬるなんで こっちにずれてったりするんで、ほらどん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 ずれてくるから、最初からもう結束バンドでまな板と固定しときます。もう閉まってんの分かってるけど口に手入れんのが怖い。OK、 これでまな板おしっこ？ちょっと。そしたら始めていきましょう。ではまずエラブタを切り取っていきます。前回前々回かこのアリゲーター側にこの最強のハサミが壊されました。だから新しいの買いました。これが壊れるんですよ。アリゲーター側はやばいです。それではエラブタを切り取っていきます。回送機でエラブタを広げていきます。結束バンドでエラを牽引します。それではエラ膜を切り取っていきます。すぐ見えましたね。これが丸見えですけども、これね、これが動脈球で、動脈球を引っ張って出てくるのが心臓です。これが心臓ですね。これね、で今回も心臓をそのままクランプします。これで血流が遮断されました。でこのピクピク動いてる心臓にカテーテルを入れる穴を入れていきます。この動き方はちょっと YouTube やばいかもな。ではカテーテルを入れる穴を開けていきます。これをでいつも通り6フレンチのバルーンカテーテルを入れていきます。あ、やばい、管流液作ってない。管流液作らな、完全に忘れてたぜ。塩素の入ってない浄水 500ml、 3% の食塩水にしたいので塩を 15g、 5、10、15、とりあえずこれで足りなかったらまた作ります。この紙変てか見切れてる。うっせやん。え、俺の顔今見切れてる。髪の毛だけ見切れてる。そうなんや。髪の毛そんなに重要なの？いや重要じゃない。16フレンチのカテーテルを入れていきます。簡単に入りましたね。でバルーンを膨らましていきます。今日は100均の青いシリンジ、バルーンを膨らませます。バルーンが膨らみました。これでカテーテルが固定されました。それでは血抜きしていきます。その前にまな板を傾けておきます。それでは食塩水を入れていきます。では送水開始。エラを引っ張ってる結束バンドを外します。入れていきます。なんかエラから全部漏れてる気がする。入ったらね、この辺が痙攣しだすはずなんですけど、痙攣しないので、おそらく締める時にエラを傷つけてエラから管流液が漏れてます。なのでエラを除去して肺大動脈を探して血抜きをもう一回していこうと思います。一回外します。バルーンをへこまして抜くと。うお、めっちゃ血出てきた、めっちゃ血出てきた。全然血抜きできてる。あ、そうか、心臓のクランプ外すの忘れてた。全然いけてたわ。もう一回ちょっと入れます。出口のクランプを外してなかっただけでした。じゃあもうちょっと血抜きを続けていきます。クエン酸ナトリウム入れてないからやっぱり血が固まりますね。神経締め棒が届いてないこの尻尾がまだピクピクしださないんで、やっぱりちょっとエラを除去して肺大動脈から血抜きた味付けをやっていきます。それではこのまま肺大動脈を探していきます。ではエラを除去していきます。ねえねえパパ、はい、一緒にやるな。ちゃんと作ってパパ。後で作ってあげる。パパちょっと撮影もうちょっとで終わるから。じゃあチェルも味付けしてあげる。チェルも味付けしていく、うん、オッケー、いいよ。チェル尻尾ちょんと触ってみて、ポンと。ちょっ
ど、僕にも元気でしょ。え、鶴が座ったら動かないで、鶴が。本当？うん、見てるじゃない。で、うまい。ほら、鶴が動かないって言ったよ。うまいな。の。やった。やった。あれ、ハモってイントしなかったっけ。ちょっとこれ触ったらあかんね。オッケーオッケー。これ外す。ちょちょちょ、やめやめ、外すな。ちょっと動いたやろ。ちょっとそれ手臭くなるから後で洗いやよ。これか、これが血管よね。これ内臓の方に行ってるよな。電池入れて。いや、電池入れてうるさくなるね。助けて、ここから登れない。登らなくていいの。チェル、もうすぐ終わるからちょっと待って。うん。ここに血管があるんですよ。で、左右のエラから来てるんですけど、こっちのエラから来てる血管はちょっと間違って切ってしまってます。だからこの間に穴を開けてカテーテルを入れていきます。ではカテーテルを入れる穴を開けます。こいつにチョキ、はい、ここに穴が開きました。見えますか？ここね、ここに開けた穴にこう、オッケー、入りました。でバルーンをちょっと膨らまします。で今回の味付け材料はハモなんでシソウメスだけど、ちょっとしかないんで、シソウメスに、え、パパ、これちょっとだけしか入ってなかったん。そうやね。だから海ぼくんの美味しい山醤油で、最近ハマってるシークワーサー、シークワーサー全部入れたろ。さっきこれ取ったやつは。では味付け材料を入れていきます。それでは味付け開始。お、尻尾動き出した。なんで食塩水やったら動かんかったのに。なんか不思議やな。まあ、これで材料がここまでいってるのは間違いないので、このまま味付けを続けていきましょう。お魚が海に戻りたいよ、海に乗れりたいよって言ってんで。言ってる？でも残念ながら戻られへん。パパとチェルが食べちゃうから。お魚さんかわいそう？うん。でも美味しく食べるからかわいそうじゃないんだよ。かわいそう。かわいそう。じゃあ食べない？うん。チェル食べないの？パパも食べない。パパは食べる。パパは食べない。パパは食べない。やだ。で、よりよく材料が入るように出口の心臓をクランプします。肺大動脈から入った材料は全身回ってこの心臓に帰ってきて、この心臓から出てくるんですけど、より身にしっかり味がつくようにこの心臓をクランプします。入れていきます。パパ、これでも水入れたい。あかん。俺がいつもダメでちゅ。一回だけでいいから、俺がやらせて一回だけでいいから。いやだ、お水入ってないねんから。ちょっとだけな、入れて。ああ、はい。絶対こぼすなよ。うん、分かってる。もうこぼれるこぼれる。ちょっとやめてよ、うるさいよ。えへへじゃねえ。よし、これで味付け終わります。でこの後ぬめりを落としてさばいていきます。なんか今回食塩水入れても尻尾がピクピクしなかったのに、材料入れたらピクピクしましたね。なんでやろ、わからへん。ぬめり取りが終わりました。それではさばいていきましょう。なんかね、ぬめり取ったら白くなりました。こんな色でしたっけ。ではまずお腹を見ていきましょう。あ、卵や。うわ、卵美味しそう。卵も多分材料で味がついてますね。肝臓なんか変な色。
卵めっちゃ美味しそう。でも卵が入ってるってことは身が痩せてるかもしれへん。これは浮き袋、内臓の血管にも全く血が残ってないです。これが肝臓ですね。なんか色悪いですね。食べてみましょうか。ちょっとね、なんかタバコ吸いまくった肺みたいな色してる。お酢でしまってこういう色になってるだけやと思う。いただきます。おいしい。めちゃめちゃシークワーサーの味する。で、今回お酢をめっちゃ入れた理由は、内側から骨が柔らかくなるかなと思って、シークワーサーとシソ梅酢、酢ばっかり入れたんですよ。で、醤油の塩分と味付けでどうなるかっていうのをちょっと試したくて。これ卵も美味しそうやん。これ全部卵ですね。卵も生でいけんのかな。ちょっと食べてみよう。卵。いただきます。おぉ、めっちゃ美味しい。卵うまい。ハモの卵って美味しいんですね。ちょっと置いとこう。生で食べる？大丈夫かな？調べてない。焼こうか。焼いたら絶対いける、この味は。で、ちょっと、苦玉とかは捨てます。これ苦玉よね。苦玉こんな色なんの？苦玉が変な色になってる。ちょっと破いてみようか。苦玉を破くと、うわ、苦玉や。やっぱり苦玉やった。これね。苦玉。これは捨てます。で、血合いがこんな感じ。これが血合いですね。腎臓ですね。こうやっても材料しか出てきません。血は完全に抜けてます。腎臓はもう腎臓そのものの色をしてます。これね、これが腎臓ですね。じゃあちょっとさばいていきましょう。ここで一回落とします。オッケー、それではオープン。でーん、完璧、綺麗に入ってます。うわー、骨硬いな。めっちゃ骨硬そう。いただきます。シークワーサーも効いてて美味しいけど骨が硬い。で、今回シークワーサー、シソ梅酢と醤油、お酢がたくさん入ってるんで、このまま3日ぐらい置いてこの骨が柔らかくなるかどうかをまた食べてみようと思います。卵をいただきます。卵めちゃくちゃ美味しい。これはもういくらでも食べれるやつです。肝もなんか他の魚にはない苦味があって美味しいです。この骨が何日か置いてお酢で柔らかくなるかどうかっていうのを検証していこうと思います。今切ってた音を聞いても分かるように全然柔らかくないです。大きいハモなんでかなり骨がもともとごついです。だから尻尾の方をちょっと切ってみます。一番尻尾側綺麗に染まってます。そう、全然柔らかくなってない。まず頭側の太いところいただきます。美味しい。味付けは完璧。醤油の塩分とシークワーサーの香りがすごいしてちょうどいいです。で、骨はこの下手くそな骨切りでもちょっと気になるぐらい全然食べれますね。完流したその日に食べた時はもう骨硬くてめちゃくちゃ気になったんですけども、今食べた感じではちょっと柔らかくなってる気がします。じゃあ次、尻尾の方。
うん、うまい。こっちも骨気になると言えば気になるけど、全然この下手くそな骨切りでも食べれるレベル。もっと完了した当日にいろんな部位食べとけばよかった。まあ一応体感的にはシークワーサー完了して3日で若干骨は柔らかくなってる気はしました。だって骨切りこれですよ。いやでも美味しいです。てかハモが美味しい。脂が乗ってて、で味付けもちょうど良くて、本当に何にもつけなくてもいくらでも食べれる。美味しいです。うん、うまい。それじゃあゆっくり食べていくよ。うつにゃん。では食べてみてください。この適当な骨切りの。何もつけへん。何もつけへんでいいと思う。うん、美味しい。骨は？骨も柔らかい気がする。気がするよな、うん、まあそのめっちゃ柔らかいとかではない。でもこの適当な骨切りの割に食べれるよな、うん、イエーイ。じゃあ一応成功で。じゃあピースして、イエーイ。最高。ハラミの骨ないところ。うん、めちゃくちゃ美味しい。これが一番うまい。